発生生理学分野は北海道大学遺伝子病制御研究所に新しく設立された研究室です。私たちの研究室は2012年に国立シンガポール大学で発足し、2021年からはフロンティア精神を理念とする北海道大学で新しい挑戦を始めています。私たちの体はたった一つの細胞、受精卵から作られます。受精卵の内部にある化学物質は最初は対象に分布していますが、その後非対称に配分されます。この非対称性によってその後に続く細胞分裂、分化、組織形成のパターンが変化し、形と機能の多様性が生まれます。この空間パターンの制御はとても神秘的で、そのメカニズムには未だに多くの謎が残されています。この細胞の空間パターンは細胞極性と呼ばれ、発生における組織の形成や恒常性の維持に必要であることが示されてきました。私たちはこの細胞極性のメカニズムを理解し、細胞極性の破綻とがんをはじめとする疾患との因果関係を明らかにしておきます。私たちは生きた細胞をそのまま観察するライブイメージングによって細胞の振る舞いを詳しく観察することから、生態が空間パターンを作る仕組みを明らかにしていきます。国内外の共同研究を通して、細胞活性生物学とコンピューターサイエンスや細胞組織工学を融合させた新しい研究領域を開拓することを目指しています。体づくりの秘密をイメージングで解き明かしたい方、私たちと一緒に研究してみませんか？さらに詳しく研究内容を知りたい方はホームページもご覧ください。